はい、おはようございます。どうもケダです。今回ね、またリザーバにやってきました。はい、まず朝一は自作、フカベイトジュニア。ジュニアって言うたらええかな。10センチで作りました。まあ、オリジナルが12センチなんですよ。で、これが10センチで、まあ2センチ小さいんですけど、まあ全体的にね、かなり小さくなってるんで、ウェイトも多分10グラム近く軽いかなと。釣れるかどうかわかんないですけど、扱いやすいのは扱いやすいはず。で、とりあえず朝なんで、まあ、魚がおったらええかなと。だいぶ涼しくなりましたね。だいぶ秋めいてきて、かなり涼しい。朝夕はだいぶ涼しいです。で、まあ朝から来たんですけど、もうね、上流にも先行者がおって、下流にも先行者がおったんで、まあちょっとこの辺で中途半端ですけど、まあ、前釣れたんでね、ここで。ただ前より結構減衰が進んでて、水が少ないんですよね。あいつはなんか無理そうやな。全くっすね。あいつは多分あかんタイプの魚。反タイプですね、あれは。全く反応とかせえへん。うわ、めっちゃ反応した。小池めっちゃ反応した。めっちゃ欲しかった。食うかなと思ったけど、あと一歩で食わへんかったな。あっしゃ、食った。でかい。これ草が、ちょっと待ってよ。
この手前の木の枝にラインが、よしよしよし、起きた。いきなり50アップやな、これ。よっしゃ。でっか、丸飲みや。はい。新しく出た急行池、丸飲み。OK。朝、まあまあすぐ釣れましたね。これがでかいわ。まずサイズ測ろうか。はい。まあ普通に50アップですね。綺麗に50アップ。なんか、最近めっちゃでかいの釣ってるから。50はないかなーって、4級かなー思ったら、3センチも間違ってた。はい、小池。旧小池。いや、とりあえず良かったです、釣れて。見えてるバスがね、ほとんどいてなくて、まあ、こいつが本日2匹目の40を超える魚。ちょっとバス少ないですね。思ってるより。で、まあ、ここの、魚にしては結構コンディションがいい方かな。何やろ、もともとがそんなに太いバスじゃないんですよね、多分このバスは。どっちかというと、脂肪がつく魚っていうよりも筋肉質で、よう引きましたね。だから結構面白いファイトしてくれました。まあでもラインが5ポンドなんで、まあまあ余裕ですけど、はい。まあ綺麗な魚、めっちゃ綺麗ですね。なんかこのヒレとかまで全然この怪我してないというか、すごい綺麗な魚。かっこいい。ありがとう。まあ、今日珍しく一斉のメジャーを持ってきました。やっぱこの幅広メジャーが、何やろ、動画でやっぱサイズ伝えるのは伝えやすいですよね。なんかダイソーのちっちゃいメジャー、まあ、動画で伝えにくいし、自分もわかりにくいから。でも楽なんですよね。荷物少ないから。これ、どうしてもカバンの中入れへんから、ここにぶら下げてるんですけど、歩いてる時にカシャ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 音鳴るんですよ。それでなんかね、魚結構気配に気づかれるというか、僕あれなんですよね、サイトするとき、まあサイト以外ももちろんそうなんですけど、歩き方に結構気をつけて、足音をなるべく立てずに、こうかかとから静かに落とすっていうのを、まあいつも常に心がけてるんですよ。それをなるべく、だから音を鳴らしたくない。で、その音を鳴らしたくないけど、このねメジャーをつけてることによって、ここがねこう揺れるじゃないですか。揺れたらこう音が鳴る。それがちょっとなんか嫌な、まあ多分そんなに影響ないと思うんですけど、魚には。正直今の魚だってもう人完全に見えてるし、でなんなら気づかれた後やったし、スピナベ投げましたからね。スピナベ投げ取った時にバス回ってきたんで、とりあえずスピナベサイドの感覚でスピナベ投げてみたら、もう空中で嫌がっとって。だから人の気配に気づいてるけど食うから、まあそんなに関係はないんですけど、一応ね、なんかその、足音とかそういう音に関してはちょっと気をつけてます。しかしやっぱり小池は最強っすね。まあ、見えたら最後ですよ。見えるところに来る方が悪いっていう感じ。もうちょい見えてほしいな。見えたら釣れるんですけどね。
よっしゃ、食ったー。こいてー。でかいな。ボイルしてるやん。45アップですね。47とかかな。さっきのが52やったら、こいつは多分47。オッケー。まあ、小池のファーストホールでやっぱ流す位置ですね。はい、ありがとう。うん、流す位置さえ決まれば食うみたい。今のとかね、もう結構離れていっとったんで、小池の何飛距離やったら限界やったんですよ。普段ね、サイトやったら絶対に投げるときをサミングして着水音を消すんですよ。極力ね消すんですけど、もう今のは離れていっとったんで普通に投げて、でもう着水音もうポションってなってた。しかももう何バスが小池の飛距離限界の距離までいっとったんで、まあまあバスの口元に投げました。ほんだら普通に食いましたね。それまではちょっとバスから離してアプローチしとったんですよ。まあ、若干流れがあるんで、その流れに乗せて口元に流していこうという考えでやってたんですけど、なんかね、ちょっと離れたところに落として流していって、ボトムを転がってしまうと反応しなくて、ボトムにつくまでが勝負やなって感じですね。それもまた一つヒントを得たから、今からはそういうアプローチしていこうかなと思います。確かに一匹目釣った時もボトム転がったら反応しなかったんですよ。だからほんまにこうバスがボトムに似てるんですよね、基本で。ボトムよりちょっと上っていうか、ちょっとだけ浮いてるんですけど、そのバスに対してボトムにこう入れ込んでいくんじゃなくて、こう目線の上から流れてくる感じ。バスがこうおったら目線の上から小池が流れてきてパクっていう感じを作っていかんとあかん感じです。まあ着水音とか基本この魚嫌うんで、だからあえてバスより離して流してってこうこう食わそうかなとしてたんですよ。でもね、ちょっと距離が離れてしまうとなんか追いが悪くて、着水音なってもいいから割と近めがいいみたい。今日はそれが今日の答えですね。やっぱ小池最強やな。あとやっぱファーストホール投げる位置さえ良かったら食う。でかいっす。コンディションええな。ここで今ベイト結構ね溜まってる。さっきまで折れへんかったけど、さっきまでバスも折れへんかったから。はい、おい、バックフリマの海。まあ、小池は基本ね、もうサスペンドに近いぐらいのポールなんで丸飲み多いです。ちょっと待ってな、竿が邪魔や。ベイトが OK。 はい、あと1匹今ファイト中に見えとったんですけどね、どっか行ったかな。まあとりあえずええ魚ですね。4パチとか49とかかな、多分。結構でかいです。一回測っとくか。測る前に一回手ばかりで、大体のサイズ予想。うわ、びっちゃびちゃ、見てこれ。最悪。あ、47。47ですね。47ですね、やっぱり。ほら、47。はい、取れてるかな？ちゃんと映ってるかな。47です。はい、ありがとう。はい、食った。2頭連続。もう見えたら全部釣れます。マジで。
2投連続、もうメジャーもそのまま、多分サイズはね45かな多分。マジですごいっすよこれ、ほんまに。結び替えてないからちょっと怖い。45あるな多分、45あるな、でかいな。入れ食いっすね。あー、およよよよよ、手前来たら水かけられるから。はい、そのままサイズ計測46かな。はい、48ですね。はい、48、結構長いですね。はい、水中で見てるより長かった。48、まあ、うん、48やな、完全に。でも全部バックリっす。はい、何にも手を加えてないというか、そのアクションをしてないからこそ、多分ナチュラルでためらいもなく食ってるから、ほんまに丸飲みバイトが多いです。だから合わせ切り結構多いんでね、フッキングは結構優しめにやる方がいいかなと思います。はい、しゃ、ありがとう。他に持ったら多分釣れる、見えりゃ釣れる、見えるポジションにいてるかどうか。とりあえず結び替えておきますね。丸飲みなんで、ちゃんと結び替えておく方が、ね、絶対に歯で擦られてるから。で結構ね、この小池使うときっていうのは、小池のこの毛がね、ガード代わりになるんで、その、フッキングがね、割とグッとかけなあかん感じなんですよ。でも、あんまり強く合わせすぎると、まあ、特に小池は飛距離が飛べへんから、もう絶対近距離じゃないですか。もう絶対に近距離っていう条件があるんで、フッキングのときに合わせ切れを起こしやすい。まあ、この小池だけじゃなくて、僕の自作はもうそうなんですけど、まあ軽いんで、とにかくヒュッて軽く吸い込んだだけで喉の奥まで行ってしまうんですよ。だから、バシッと合わせたら、合わせ切れの心配あるんですけど、割と強めに、そこそこ強めに合わさんと、この毛がね、ガード代わりになって、フッキング、すっぽ抜けることが結構あるんですよ。だから、なんかその、バランスよく、バシッてかけても、合わせ切れせえへんけどフッキングも決まるよみたいなドラッグ設定にやってます。うそ、2回こいつ無視したんですよ。反応すらせえへんかったのに、口元ドンピシャで着水音消して落としたら一発やった。取れてるな。サミングが重要って分かりますね。サミングして口元に着水音ゼロで投げたらリアクションで食った。だスピナベサイトを小池でやる感覚です。まあ昔からよく釣れるんですよ。それも小池の特権、着水音を消しやすいっていう。まあ、別に他のワームでもできるんですけど、小池はしやすい。元気いっぱいやな。てか何匹でかいの釣れるん。まだ朝多分ね、2時間やってないですよ。GoPro のバッテリーが2回変えてないから。OK。あ、行ったかもしれん。ちょっと、またばっくり丸飲みやな。はい。ばっくり丸飲みっす。全部ここっすね、かかるの。送ってるとかちゃうんすよ。もうフッて吸い込んでパッと合わせて、これバックリス、これちょっと50あるかもしれへんな。だいぶ怪しいな。さすがに陸じゃないから測られへんか。いけるな。ギリ無理や測れるわけないやん、こんな水中で。ギリ、うん、ほんまにギリ50ぐらいかな。まああれなしってとこにしとこう。
ゴジアップって言うたらあれなんで。マジか、くた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 。上から下ってきた魚。取ってるな。ブラインドで食わした。上から下ってって、下に下ってったら見えたんで、小池投げて沈ましとったら、ラインがポン。気持ちいい。でかい。これでかいな。後ろのやつの方がちょっとでかいけどな。結構でかいです、これ。で、ブラインドなんで、食った瞬間が見えてないんで、結構飲んでる可能性が高いんでね。ドラグは割と緩めでやってます。手前を過ぎた。何や、潜るとかあるんか、これ。あ、やばいやばい。そっちはやばい。やばいけど、近距離なんで、あんまり無理できへん。丸飲みではないけど、歯にライン忘れてるから。後ろのやつの方がやっぱちょっとでかいな。ちょっと届かへん。カバンが落ちるから。ちょっと届かへん。よっしゃ。オッケー、取った。まあまあ45ちょっとぐらいですね。でかいでかいって言うたけど、そんな特別でかいわけではなかった。後ろのやつが結構でかいんですよ。52、3かな、後ろのやつが。こいつよりもね、だいぶ二回りでかいぐらい。まあ、45はあるですね。はい。45は軽く超えてるかな。はい。OK、ありがとう。47かな。もうちょっと見えてほしいな、ほんまに。もうちょっと見えたらもうちょい釣れるんやけどな。ほんまに、見えたら見えるだけ釣れると思うんですよ。ただ見えへんから、あんまり。なかなか難しいな。今のとか食えへんと思ったんですけどね。上から下ってきて完全に僕の姿見られたんで。で、下って行ってて、小池を投げてて、下流に向いて投げてたら、ラインが上通ってるじゃないですか。だから、まあライン見て見切られるやろうなと思ったら、コンってきたんで、今のは結構びっくりの食わせ方ですね。正直僕自身食うと思ってなかった、今のは。まあ、ダメ元で投げただけなんで。多分でも、流れたコースが良かったんちゃうかな、おそらく。バス折れへんな、マジで。マジで少ない。火上がってきたら、刺してくる魚増えるかなと思ったけど、全然そんなことなくて、刺してくるやつがほぼ折れ。いてたやつとか、なんかその辺で多分おったんやろなってやつが、このフラットに上がってきたタイミングで釣っていくしかない。っていう感じです。